どうも、柴のお昼ご飯の時間です。今日食べるのはですね、こちら炭火焼きチキンステーキ丼に、やっぱ暑いからさ、冷やしうどん食べたかったのよ。でね、これ見て、ペヤングの黒ごまマックス見つけてんけど、これは家で食べようと思って今買った。で、これ好きなんです、鶏の炭火焼き柚子胡椒付きということで、開けていきましょう。うわ、これ美味しそうやわ。あ、めっちゃいい匂い、やば。まずちょっとうどんを先にいきましょう。やっぱりね、汁物が大切ですからね。これからの季節、ほんまうどんいいよね。冷やしうどん、生姜ね、もう余計爽やかなるから、生姜で。あとは綺麗に盛り付けるだけや。これが難しい。これ綺麗にこのまま乗せるって至難の技じゃない？頑張るわ俺。はい、ということでこちらがですね、鶏の炭火焼きステーキ丼です。結構ね、分厚い、美味しそう、香りがいいね。で、こっちが冷やしうどん。夏は最高やな。どっちからいただこうかな。やっぱりこってりからいきましょう。こってりから。結構ね、分厚いんだわ、ほら。で、結構ここ焦げてて美味しそう。いただきます。うん、あ、焼き鳥ですわ。大きいやついきますね。うん、もう玉ねぎあるじゃないですか。玉ねぎがね、結構食感があって美味しいです。味はめっちゃ好きやね。うん、量がびっくりするぐらい少ない。ご飯に炭火の香ばしさが映ってる。めっちゃ美味しい。これちょっと置いとこう、美味しいから最後に食べよう。やっぱりね、夏といえばうどんですね。卵も入ってて、で、ここにちくわさん、これ磯辺かな、磯辺っぽいね。ちょっと緑の部分が入ってるから絶対うまいぞ。結構生姜を入れたんで、生姜とちょっと混ぜてね。うまい、めっちゃつゆがいい。やっぱりね、冷やしうどん僕好きだわ。食感がいい、もうこの冷たい感じに喉を通っていく感じと、このもちっとした感じ、うん、あー気持ちいい。僕ぐらいからうどん食って気持ちいいとか言ってるやつ。うん、福和さん、うん、磯辺です。冷やしうどんには揚げ物がないと、やっぱうどんはあっさりしてるからね。揚げ物でこのフィフティフィフティみたいな、うん、これ絶対足らへん。でもこのこれね、これはあの、僕は夜食というか、あのおやつなんですよ。小腹が減った時に食べるんですよ。今食べるつもりはなかったんだけど、ちょっとあまりにも量が少なくて、これじゃ無理だ。本当にこれ高いね。ちょっとこれはね、鶏のステーキがうまいというよりかは、このタレ、あんかけみたいになっとったけど、それがめちゃんこいし、それと玉ねぎとのバランスがめちゃいい。ご飯とまた混ざったらほんまに合うのよ。最初鶏だけ食べたらタレ濃いなと思ったんですけど、ご飯といったらもうバッチリよ。前までは小腹が空いたらね、スティックパン食べてたんですよ。けどなんかもうマジデブの元凶やなと思ってやめたんです、うん。僕ね、昔はね、生姜が好きじゃなかったんです。冷やしうどんにもわさび入れてる派みたいな。今は生姜がめっちゃいい、もう爽やか。こんな僕でも爽やかになる。今のとこ突っ込むなよ。乗りちゃうからな、コメントに書くなよ。卵いきます。卵大好きな。うお、ちょっと見て、なんと卵は半熟でした。すごいね、これどうやって作ったんかな。すごいね、半熟卵だよ。これを天ぷらにするってなんか怖いよね。ああ、ごちそうさまでした。はい、ということで本日のトラック雑談はですね、なんかね、最近ね、横転事故が多い。コンテナの横転事故、まあトラックもそうなんですけど、まあ僕ね、
知ってる方は知ってると思うんですけど、カイコンドライバーってトレーラーを乗ってるわけですよ。あれの横転事故が最近多いんですよ。結構見るね。ここ1ヶ月で3件ぐらいは見たかな。うん、よくね、言われるんですよ。あんなん倒れるの分からんのみたいな言われるんですけど、乗ってる本人からするとね、あんまり分からないね。あんまり分からない。分かった頃にはもうかなり際どい時みたいな。この海外でさ、荷物を詰めてきたものやからさ、どうやって詰まってるかも分からへんし、中の荷物も分からへんし、でまあそれを積んで走るわけやねんけど、まあ積んだ時にね、コンテナがねピッて、もう後ろのチャージがピッて斜め向くやつもたまにあります。それめっちゃ危ないです。めっちゃ危ないんで、それは動かすなっていうことなんですけど、まあそうじゃなくて、まっすぐなやつ、まっすぐやねんけどこけるということがあるんですよ。これなんでかって、ぶっ飛ばしてるだけちゃうのっていう方もおるんですけど、まあ、確かに飛ばしたらこける。あの40フィートの訓読やったら背が高いんでこける。じゃあね、飛ばさんくてもほんまにね、10キロ20キロでもこける時があるんです。例えば交差点の右折とかやね、こう行ってたらこうこけたり、バーンってこけたりあるんですよ。まあ普通に曲がってて30キロぐらいでこうゆっくり、ハンドルもそんな気なんとゆっくり行ってね、バーンみたいな。やっぱりね、背が高いとね、こう曲がったらやっぱこっちに倒れるじゃないですか、反対側にね、ハンドル切ってる方と。やっぱり、ね、こうなってきてからがもうなんていうの、早いんですよね。例えば、まあ、テコの原理的な感じですよね。こうやられるんですよ。だからもうこういったら、この辺までいったらもう倒れるぞみたいな。どん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 斜めになっていくんですよ。しかもトレーラーなんで、後ろが斜めになってることに気がつかない。これが一番。こうやって切ってて曲がってたら、後ろはだいぶ斜め向いてるのに、このヘッドはまっすぐなもんで、わからない。このミラー越しで見て、うお、やっべえみたいな。まあ厳密に言うとちょっとね、曲がってる時に、ね、引っ張られてる感はある。こうなんか、うおーってなんかよじれてる感はあるんですけど、それ気づいた時は結構傾いてるからね。まああればっかりはね、運転手が悪いんですけど、なんか運転手だけのせいではないと僕は思う。僕もね、運転手とって前のんとかがこう斜めになって、おー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 おおみたいなのがあるから、おー耐えたみたいな、めっちゃ危ないやみたいな結構あるんです。でなんかタイヤがね、へしゃってくるんですよ。この斜め向いてる方のこっちのタイヤが、タイヤがへしゃって、なんかダブルタイヤが両方くっつくみたいな感じになってね、そこから煙がカーッて出るんですよ。必死それがキャーって出て、そっからさらに行くと、ボン、バダーンって倒れます。しかも倒れた時の衝撃が半端ない。みんな倒れたらそのまま横にバダーンやと思うでしょ。トレーラーは違うんです。トレーラーは行きたい方向は、例えば右やとしたら右に頭向いてます。で、シャーシはこうついていってます。シャーシがこう倒れる、バーンって倒れた場合、こうかな、こうかな、シャーシがこうやった場合、このヘッドは、バーンってこう、わかる？こう、おりゃみたいな、おりゃお前、おりゃっていう感じで、ヘッドが、この、アンテナがバチーンいかれるんで、もう、ものすごい衝撃らしいです。僕はこかしたことないんで、わかんないですけど、実際こけた人に聞くと、ものすごい衝撃らしいです。ほんまにすごいらしいです。まあ、そんな感じで、ね、コンテナの横転、怖いですね。やっぱりね、コンテナの近所には近づかないのがいいよ、マジで。カーブとかカラバンやったらこけんが、やっぱ見入りはね、どんな積み方してるかわからんもん。しかもまたね、意地悪な道路があるんですよ。左カーブのくせに、こう左カーブのくせにね、この道がこっちに傾いてるとこがあるんですよ。こうまっすぐやったらこう曲がっていけんのに、これ斜めなもんだから、もう最初から斜めになってるんですよ。でさらに曲がるとこう斜めになるから、もう倒れやすいんですよ。そんなね、意地悪な道路があるんですよ。そこはね、もうやっぱりね、コンテナはもうみんなかなり斜めになってるから、ね、もう普通に走っててもかなり斜め。しかもそこ制限速度ね、確かね50キロか60キロなんですよ。けどコンテナ見入りでそこ50キロへなんか行ったら、もう絶対にこける。30とかじゃないと厳しいよね、マジ意地悪な道路。そういう僕らそこよく通るからね、知ってるからいいんですけど、知らん人が来てさ、そのままいい感じで行ったらもうバーン。そんな意地悪な道路がね、全国には多々あるんで気をつけましょう。
まあそんな感じでよく横転すると運転手が悪いみたいな風潮、まあ悪いんだけど必ずしも運転手の運転が悪かったからって言ってこけたわけではない場合もある。マジで中であと荷物がね外れたりするんですよ。この止めてたものが外れてこう中で動いてカーブ中に動いてその外側にバーンって当たったらその衝撃でバーンってこけるみたいな、そんなもんあります。たまにあのブレーキとか踏んだらね後ろから押されるやつあるからね、こうブレーキ踏んでちょっと経ってからズドンみたいな、でアクセル踏んでちょっと経ってからズドンみたいな、中で動いてるんですよ。ちゃんとねあれラッシングできてないんですよ。そんなんもあるからね、やっぱ中に何が入ってるかわからんっていうのは怖いです。ということで今日のトラック雑談はコンテナの横転が多いのは運転手のせいが 100% ではおそらくないでしたけど、悪いのは運転手だからね。ということで本日も安全運転で皆さんお願いします。じゃあまたバイバイ。あー飯食ったらな、ここを外してしまう癖、これデブの癖やわ。お昼寝します。おやすみ。